皆さんこんにちは、滝です。今回の動画は初体験をテーマにお話をしていこうと思います。今動画を見てくださっている方で初体験をこれから控えているという方や、なんか懐かしい話やなって思う方もいるかとは思いますが、最後まで見てくださると嬉しいです。では初体験の前はいろいろな疑問や心配事が出てくることかと思います。まず未知の世界なので、どんなものかというのが全くわからない状態ですよね。失敗したらどうしようとか、相手に嫌われないか心配とか、いろいろ思うことはあると思います。前提として、失敗は恥ずかしいことでも悪いことでもありません。何事も初めてでうまくできる人の方が少ないです。例えばスポーツや勉強でも最初からうまくやれる人なんてなかなかいないと思います。セックスもそれと同じことだと思います。今回の内容は、初体験に誘うところからフィニッシュをした後までを9ステップにして動画にしてみました。この人として良かったと思ってもらえるような細かいポイントもお話ししているので、ぜひ最後までお付き合いください。ではステップ1、お誘いをする。誘うタイミングは相手と目が合った時や、ちょっといい雰囲気になった時がいいと思います。いついつにしようねとか、日程とかタイミングを決めてしまうと、どうしても女の子はその前になって急に怖くなったりとか、どうしようって思ったりしちゃうので、流れや状況を見てお誘いできるのがいいかなと思います。それで女の子が同意してくれたら、事前の準備として2つ。まず1つ目は、もしシャワーが浴びれる環境であればシャワーを浴びておく。実家とかだと浴びれない場合もあると思うので、そこは飛ばしてください。で2つ目に、部屋の明るさを調節する。ここでの注意点は、真っ暗にしてしまわないこと。真っ暗にしてしまうと、コンドームをつけるときや挿入時など大切な時に気に困ってしまうこともあるかと思うので、ある程度見えるぐらいの暗さに調節をしておきましょう。お互い明るいままで OK という方はそれでもいいと思います。ではステップ2、優しく一度声をかけます。不安に思っているであろう相手に、大丈夫とか優しく声をかけてあげましょう。女の子はそのちょっとした優しさを見ていて安心感も与えられると思います。ではステップ3、スキンシップで徐々に体に触れていく。まずはハグやキスをしていきます。そして服の上から背中や二の腕に徐々に触れていきます。この時のポイントは、キスはまずフレンチキスから。いきなり舌を入れたりしてしまうと女の子はびっくりしてしまいます。なので軽くフレンチキスを繰り返してからディープキスへ移るようにした方がいいと思います。ではステップ4、お互い服を脱ぐ。女性は初めて男性に体を見られるわけなので、女の子が恥ずかしがる場合も多いんです。その時は男性がリードして脱がせてあげましょう。脱いだ時に女の子は自分の体をどう思われてるかなと不安になる場合も多いので、なので脱がせた後は可愛いねとか綺麗だよと言ってあげることで女の子は安心できます。ではステップ5、まずは胸から攻めていきます。いきなりガシッと掴んだりせずに、手や口を使ってまずは優しく攻めていくことをおすすめします。ではステップ6、徐々に下に下がっていき、あそこを手や口を使って愛撫していきます。初めてのセックスでは全てソフトタッチを心がけていきましょう。緊張で手に力が入ってしまう気持ちもわかりますが、腫れ物に触るようにゆっくりと触っていくことがポイントです。最初は女性自身も正直どこが気持ちいいとかはわからない方が多いので、相手の反応を見ながらゆっくりと進めていってください。ではステップ7、男性のあそこを手や口を使って攻めていきます。女の子は初めての時、口や手でどのようにしたらいいのかというのがわからないので、気持ちいいポイントを教えてあげるのも一つだと思います。そして口にすることに抵抗を感じる女性もいるので、無理に要求はしないようにしてください。
ではステップ8、準備が整ったらいよいよ挿入です。挿入の前にもう一度きちんと女性が濡れているかを確認します。濡れていなければもう一度アイブをしてしっかりと濡らしてあげましょう。確認できたらコンドームをつけてゆっくりと挿入に進んでいきます。コンドームの付け方がよくわからないという方は以前私が動画にも上げているのでよかったらそちらを参考にしてみてください。挿入時に女性は恐怖と期待を感じています。性行為未経験の女の子に処女膜があることはご存知でしょうか？処女膜とは膣の入り口にある粘膜のひだのことで、そこにもともと小さな穴は開いています。普段はそこから織物や生理の血が流れています。その小さな穴を男性のあそこで広げていくイメージなので、そこで痛みが生じます。例えば皆さんの顔についている鼻、そこの穴を明らかに大きなサイズのものを入れられるともちろん痛いですよね。その感覚に近いような気がします。その処女膜を貫通しないと挿入ができないです。女の子が緊張していると体に力が入って筋肉もこわばって挿入がしづらい状態になります。なのでまず女の子の不安や緊張をほぐしてあげて、体もリラックスした状態で行うことが大切です。そのためには大丈夫とか痛くないとかこまめに声をかけることで安心感を感じます。男性側は集中して無言になってしまう気持ちもわかりますが、女の子は何もわからない状況ではどうなってるんだろうと不安に感じている場合が多いので、ゆっくりとお互いに落ち着いて行動できるといいなと思います。挿入時は時間がかかってもいいので、とにかくゆっくりと丁寧に落ち着いてしてください。女の子が痛がっているにもかかわらず無理やり強く入れようとしないこと、そして無理だったら休憩をしてもいいと思います。どうしても痛すぎて入らないという日はまた違う日に挑戦するのも全然いいと思います。挿入することが全てではないということを頭に置いてゆっくりと進めていきましょう。そして挿入ができたらいきなり動かすのではなく、しばらくそのままで女の子の反応を見ます。そして女の子に聞きながらゆっくりと動かし始めてください。女の子は初めての時気持ちいいと感じる人は少ないと言われています。ただ好きな人とつながれたという幸福感はしっかりと得てます。ではステップ9、行った後もしっかりとケアをすること。男性には賢者タイムがあるとは思いますが、終わった後も女の子に優しく声をかけてあげてください。大丈夫だったとか、可愛かったよとか、頑張ったね、ありがとうという言葉を女の子にかけてあげてください。女の子はこういう言葉をかけられると、ああ初めてしたのがこの人でよかったというふうに思います。逆に絶対にしてほしくない NG な行動は、女の子の体型や行為中の行動、言動をダメ出しすること。脱いだら思ってたより太かったとか、思ってたより胸が小さかったとか、もっと声を出してくれたらいいのにとか、そんなん初体験でこっちは不安とドキドキでいっぱいやのに、そんな余裕あるかって女の子はなっちゃいます。なので嘘でも褒めてあげてください。はい、では今回は初体験をテーマにお話ししましたが、いかがだったでしょうか？失敗は恐れず、とにかく優しさと思いやりを持って挑んでください。あなたの思い出に残る初体験ができますように。今回は以上。最後までお付き合いありがとうございました。ではまた次の動画で。バイビー。